事について毎度どうも毎度です。今日は最近の学校に行く前のモーニングルーティーンをお見せしたいと思います。最近はもうめっちゃ早く寝る代わりに朝5時ぐらいに起きて学校までの時間勉強とかやり残したことをやるようにしてます。今日は夜眠くてできなかった眉脱色と歯のホワイトニングと勉強をすることにします。ホワイトニングも脱色もねちょっと30分とか時間かかっちゃうのでそれをやりながら勉強したいと思います。眉脱色するとねもう眉マスカラしてるみたいに眉毛が明るくなるんですごいすっぴんから垢抜ける感じします。だから髪の毛明るくしてる人とかすごいいいと思います。たまにねこのクリームがまつげのところにボドッと落ちてまつげまでも脱色したらどうしようと思ってめちゃくちゃ焦るんですけど、だから皆さんつけすぎないようにしてくださいね。最初お次は歯磨きをしてからホワイトニングをします。やっと最近ね電動歯ブラシの扱いが上手くなってきて、もう前まで口の中からバーンって出そうな感じやってんけど、もう最近はねちゃんと使えるようになりました。でホワイトニングは結構前から話題になってるクレストを最近使い始めたんですけど、そのシートを半分に切って使うといいよって書いてあったのでそうやってやってます。ホワイトニングしてる時ってねやったことある人わかると思うんですけど口を閉じれないんですよ。だからマジで人に見せれる顔してないんですよね。表情筋プル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 させながらやってます。はい、ということで勉強したいと思います。私今まで自分が夜型と思ってたんですけど、なんか全然朝の方が夜よりも集中できるなって思い始めて、眠いまま同じ時間勉強するんやったら早く寝て朝同じ時間やった方が効率的やなと思って最近はこの方法をとってます。本当に最近起きれないんですよね。多いですかね。まだ23歳なんですけど大丈夫かなこれ。今日はもう絶対これ着ようと思ってた T シャツがもうめちゃくちゃぐちゃぐちゃになってたんでアイロンかけます。今日着るのはこの服です。もうねなんかどう頑張ってもおしゃれに取りきれませんでした。どうやって撮ってんのみんな。ということで家を出る30分前ぐらいになったので学校に行く用意を始めたいと思います。ちなみに眉脱色するとこんな感じです。なんかいい感じにね茶色の眉毛になるんですよ。もう前までメイク30分以上かかってたんですけど、最近なんか5、6分ぐらいで終わるようになって成長を感じてます。でね、今の髪の長さ本当に結ばないとマジでほうきみたいになるので、最近はちょっと結びがちですね。このぐらいの髪の長さ扱いが難しい。はい、ということで今日の私こんな感じでございます。それではね、教科書やら必要なものを大量にカバンに詰め込んで学校に行く準備をしていきます。ということで学校に行ってきたいと思います。今回の動画終わり、次の動画でお会いしましょう。おつどん、バイバーイ。